お疲れ様です。ちょっとね、簡単には信じられないようなニュースが入ってきました。仮想通貨の最大手取引所であった FTX って覚えてますか？ここ破綻しましたよね。なんか半ば詐欺みたいなことをやっていたみたいな噂もありましたし、まあむちゃくちゃなね、全然顧客のこう資産をね管理せずに乱暴な再投資を繰り返していたということで破綻してしまった FTX です。この放送をご覧の方の中にも FTX で損害を受けた方がいるんじゃないかなと思います。その FTX なんですけども、再建計画が承認されたということで FTX に溜め込んだ 2.4 兆円の資産、この全てが全額払い戻し可能になったということなんですよ。だから FTX でアカウント作って何らかの資産を置いていた方、諦めることはないってことらしいんですけども、ちょっと今の時点ではね、にわかには信じがたいです。記事の方ちょっとだけ読んでみましょう。まあアメリカの判事は7日経営破綻した暗号資産取引所 FTX の再建計画を承認したと出てますね。本当なんですかね。2兆4400億円の資産を回収し、再建者である顧客への全額払い戻しが実現する見通しと。まだだから実現してはいないんですけども、これが本当に実現するようでしたら、ここに埋め込まれた 2.4 兆円の暗号資産がそのまんまマーケットに戻るってことになります。コイン月光見てみましょうか。はい、今ね、総資産が時価総額337兆円ですから、まあ言うてもここに 2.4 兆円戻るぐらいなんですよ。ただ単純に言えないのはレバレッジってものがありますからね。 2.4 兆円に対してどのぐらいのレバレッジがマーケットの中に影響力があるのかってことも考えていかなくてはいけませんし、二重三重の投資もあり得るんですよね。例えば100万円を銀行口座に入れている、それを担保に80万円を借りる。そうすると100万円しかないはずなのに100万と80万の180万を持つことになるって、まあこんな形です。これを何回か繰り返すと100万円しかない暗号資産の価値が5倍とか10倍になっていくっていう話なんですよね。ああでもね、本当にこれ FTX が再建されるといいですね。被害者の方の保証も完了して、そうするとこういった暗号通貨仮想通貨マーケットに強い信頼が戻ってきて、また取引が盛んになるような気がします。皆さんどのように思われます？それでは今回は以上です。